どうもこんにちは、こんばんは、笠井輔です。今日は2023年の5月の2日の夜ですね。はい、ということで、本日、昨日、その前から風邪をひいていまして、で、昨日も悪かったんですけど、今日もまあまあ悪くて体がだるいというところで1日寝ておりました。昨日も1日寝ておりまして、で、一応この無料チケット1枚ありますから、これはやっておきたいということで、こちらの方を消費してまいりたいと思います。体調は万全ではないんですが、まあ麻雀を打つぐらいならできるかなということでやってまいりたいと思います。さて、まあここはチーソーですね。まあとにかく、まああのポン、しまった。まあとりあえず9ピンと、まあ3ピンはまあ数ピンがあるんでいいんですけども、まあなるべく転売の可能性を広げて、まあリーチドライチで上がる手という感じですね。あ、9ピン入りましたから9ピン落とします。さあこれで2層入れて3層切って3ピン切ってのリーチですね。ピンフがあります。まあ順当に2ピン待ちという感じの手牌ですが、まあ一発はないですね。はい、ということで、まあイメージ的にはリーズもピンフドライチの満貫というところです。うん、まあよく見れば相手さんはどうも2人とも強そうですね。はい、積もりました。リーズもピンフのドライチ、はい、裏が2枚で、跳ねマンですが、E ピンでなければ満貫ですね。はい、惜しかった。はい、ということで満貫スタートですね。さて、まあうまい上がりを取れましたんで、さあしかもドラがあんこというのはかなり美味しいですね。まあといと言いたいとこなんですけど、まあ、基本的には真ん中に手牌を寄せていてという感じですね。はい、Q1 とシャーが打たれました。でスーピンはせっかくだから使いたいので、ついといには受けずに、シャー落とす、いやシャー落としていきますか。下手にあれせずにですね、まあシャー落として、でチューンを鳴いてチーピン積もってきて、これで両面カンちゃんを入れて面前で転敗というイメージです。さあチューンは鳴きます。あ、リーチ来た。であれば Q1 ですね。これはもう上がれなければもう仕方なしで考えています。ちょっと手が遅かったんで、はい、一発相撲ですね。親の一足相撲。タンヤもあるか。あ、タンヤはないですね。チートイか、これは羽マンでした。はい、さて大きな上がりを取られてしまいましたが、さあとりあえずはですね、まあこれで親は流れていないので、まあこれ手配的にはまあ5、6点ぐらいの手配なんで、まあうまくやっていけばいけるかなという感じですね。まあ2メンツないですけど、まあ2メンツに近い手配だというところなんで、役配から落としていきます。さあこのところ割と麻雀の戦術、まあ動画みたいなのとかも結構見てまして、でまあ今自分の動画とかを見返して、まああの反省点とかも探したりしながら、まあなかなかいい感じにこう麻雀のレベルを、少しずつでも上げていけてるような感じがしているところですね。初拾いました。さあこれでパスを落としてみます。泣かれるか。これってちょっとチートイっぽいんですよね、イメージ的には。まあでもこれ酸素が入ればっていう感じ。あ、チート来ましたね。であればちょっとレアンズ落とします。あら、なんかすごく泣かれてるんで、ちょっと対抗します。対抗して言いそうとします。でこれで初泣いて上がるようなイメージでいきましょうかね。ちょっと下手な対抗をしてしまったような気がしますが、あー、まあ9ピン落としたんで、9ピンはまあそんなに危険な範囲ではないし、ナンがちょっと怖いな。これはむしろナンは持たれてそうな気がしますね。フェイもションパイ。じゃあちょっとウーピン落としますか。こういう時にはもう下手に泣かせるよりも、
もう引き絞った方が気が楽というか関係がなかったですね。はい、ということで、トイトイというか、またバイマンなんで手がでかいな。点が平たくなってきました。はい、親番です。まあもちろん目指すはトップなんで、まあここらで1回は上がっておきたいんですが、まあ、ペンチーピン入れましたんで、割とうまいことハマっ、あ、パーピン2枚目。まあシャアはいいとして、トンですよね。トンの、まああの、どこまで持っておくかなんですけど、まあ、ひっついてくることをちょっと期待して、もうちょっと持っておきます。パーピンはどうかなーって、こうなってくるとちょっとチートイっぽいですね、イメージ的に。まあこうなってくると、トン、結局チーピンが繋がらなければパーピンが面白くないので、ああ、でもまあチートイに受けるよりも、まあちょっとまだこのトン落として、横伸びと縦伸びを、あら、リッチか。ちょっとじゃあ、スーピンでは回れないし、まあ、イーソーはちょっと安牌でもないですが、イーソー勝負しました。9万大丈夫でしょう。ってなってくると、これ、アフル手配がないな。ドラキってリーチ、いや、ないな、それは。とりあえずパーピン落としてみますか。ああ、ダメか。残念。高めを打ってしまうとは、ちょっといまいちですね。まあ今のは、まあ、テンパイして出たとはいえですけども、1、2、3、4、5、6、7種で、これは割と国士もいけそうな8種。ちょっと国士を見ますか。自販を引き入れてくればっていうやつなんですけど、それはちょっと Q1 行こうとします。さてさて。2面積できてるんで、こう変なことしない方がいいですね。はい。これは、ハイパイ的には、まあ、5、6点ぐらいありそうなハイパイでしたね。で、赤ウピンも来ましたし、ドラも1個持ってるんで、ちょっとまあ、頑張ってみますか。ここからでも。赤をいっぱいも、まあ、何まで入ってきたんで、何はこれは泣けないんですけど、そうですね。これで危険。これはいかないですね。まあ、パーピン、ローピン、が入ってきて、まあ、ペン3ピンでもいいんですけど、まあ、ローピンが入ってくるといいですね。と思ったんですけど、ローピンは自分が落としていましたね。とりあえず、これで一回様子を見よう。ローピンは自分が一番最初に落としてますね、これは。よく見れば。最悪の捨て牌をしてますね。さあ、これローピン積もってきてもなんで、まあ微妙ですね、非常に。最悪のカンチャンテンパイをしておりますね。これ意外に積もったりしそうな気がするんですけど、いや、これはもうあのパーピンでリーチですね。これはまあ数字引っ掛けもありますし、まあ釣れそうといえば釣れそうなパーピンです。はい、残念でした。これはちょっと国士に行ってローピンを切ったのが全ての間違いでしたね。さて、全然いいところが見せれていないし、喉も痛いし、あ、後輩いっぱい行きました。ちょっともう大きな声出すのはちょっと辛いので、もう小さな声でちょっとボソボソと喋っていきたいと思います。さて、とりあえず、チートイに行くよりもですね、これはまあ本一を目指した方がいいでしょうね。まあ本一チートイ。本一チートイ上がれれば、逆転すらちょっと見えてくるぐらいなんですけど、まあちょっとここはじっくり見ていきましょう。ちょっと、台打ちが入ったようですね。台打ちが入ったうちに、あら、台打ちは回復したみたいですね。早いこと。さあ、ここで行くと、まあ、そうですね。泣きはちょっと視野に入れようかな。泣きを視野に入れて、もう、チュンもハクも泣いていきますか。ドラ。ここはやっぱり泣きなしでちょっと頑張ってみましょう。
さて落としているハイパーあの自敗もほとんどないんで、まあ、ペイは1枚切れですけど全然候補としてはありな自敗ですからね。チートイのはいはいそうきましたね。いやそうなってくるとペイ落としますが、いやこれは多分まあピンズなのはもうまあほぼ間違いないと思うんです。ピンズか自敗か、いやもうここはもう無理しない方がいいですね。まあこれはもう脳天濃厚ですから、はい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 ってなってくると安牌がないんですけど、ピンピンいくか。なんかまたコンピューターがと思ったらどうも上がられていたようですね。はいはい、これはまあ傾向としてはいいんですよ。こっちが2ちゃんになれる可能性が出てきたので。さあシャーチャですね。しかもドラ1個あるんで、これはちょっとシャーを泣いていきましょうかね。まあとにかくこれは安くても1回上がってで回、まあ、回復というか起死回生にかけたいというか、でもシャアアンコったのでここはちょっと面前に期待していきますか。はいはい、これはまあ傾向としてはいいですね。これでカンチーピンとカンパーストか、2ピン落としたんでこれはもうしょうがない。まあイメージ的にはあそういったか、であればイーストチーピンを積もってカンパーストのリーチ、はい、いきましょうかね。はい、カンパストでリーチシャードライチ、まあ悪い手ではないかなと思います。カンパストも意外に分からないんでいいんじゃないかなと。最近ちょっと考えるのがその出やすいリーチですね。出やすいリーチといえばまあ端牌がやっぱ出やすいんですけど、まあ、こういうあのパストとかリャンゾとか中途半端なこうあの中の牌はまあ、パーピンが出てきたように、とは言えないか。パーピンは現物だったか。ただの、まあ、想像だとは読まれると思うんですけどね。ただ、まあ、出やすいといえば出やすいパーソンかなというところですね。さ、どうか。まあ、これはもう全然出ると思っています。なかなか出ないですね。もう完全に降りてますね。完全に降りたわけじゃなかったようですが、カズマ、ああそう来たか。うまい打ち回しでしたね。これもまた。はい、ということでかなりもう厳しくなってしまいましたね。これで1万差で2茶との差なんですが、あでもこれハイパイすごくいいですね。これはもう8点ぐらいのハイパイですね。まずトンから落とします。あいいですね。3ピン入ったんでこれで357ときて、ローピン数ピンローピンの両面カンちゃんですね。スーピンが入るのがベスト。あ、ウーピン来た。まあどうでしょうね。あ、でも急走も来たんで、ここらで、まあこれでウーピンを落としておくか。ウーピン落として、で、カンスーピンを入れて、カンパスト待ちと、さっきとなんか似たような感じなんですけど。カンか。これいらないですね。これも落とします。いやちょっとあんまり本当に調子が良くないんで、いやここはどうしようかな。いやまあいいか。ここはもう下手に狭めるよりもまあ順ちゃんがあるんですけどね。まあこっちかこう来るんであれば、いやこう来るんであればイーソー落とします。イーソー2枚落としてでリーチもかけますね。これは
はい、ローピンです。アンローピン、まあ、これはあの出上がりの可能性が十分ありますからね。まあこっちは待ちは悪いんですけど、はい、上がられてしまいましたね、ウーパーピン。いやーこれはちょっときついな、裏が伸びそうだし、きつかったですね。しまったな。まあちょっとやっぱあんまり調子が良くないんでちょっと集中力が落ちているかなとは思っていますが、はい、残念ながらケツになってしまいましたね。はい、まあとりあえずこれはもういいです、しょうがない、もう負けたものは負けたものということで、次です。さてということで、一応団員戦をですねやりたかったんですよ。この、団員戦まだ1回もやってないんで1回やっていきたいと思います。さあこちらもですね、目指すはあのトップで折り返してサードステージをクリアするっていうところを目指していきたいと思ってますんで、まあまあ、とりあえずは、まあこちらの方もですね、ガンガン進めていこうかなと思います。なんか、あんまりにも敵が強そうなんですけども、まあ、やっていきましょう。ちょっと本当に調子がかなり悪いですね。昨日より今日の方がきついですね。これはまたハイパイ、これ7点ぐらいですかね、イメージ的には。まあでも嘘の、ドラがあるしですね。あーそうきたか、まあ、チートイのリャンシャン戦ですね。ただまあこれチュン泣いた方が良さそうな気がしますけどね。まあこれで三蔵とかを積もってくれば、あいいそうきたかであれば、あんまり変な風には考えずにチュートイじゃなくて、まあ、やっぱチュンを泣いてっていう方向でもいいんじゃないかなと。ああそうきた、であればここもローピン落としてしまって、あイーソが来た。であれば3ピンを嫌っていきましょうか。これでスーソがつくのをちょっとイメージして、ただ三ゾが2枚も切れてるんでちょっと微妙。パパーソー落とします。スーソー、まあそうですね、ローソがつくといいかなと思いますが、はいはい、オヤリーですか。まあ9万落としましょう。まあここはもうちょっともう無理しない感じで、三ゾがつきましたね。ただこれって何が1枚切れか、自分が切った1枚だけなんで、でまあ下茶は多分国士だと思うんですけど、国士はないでしょうね。はいはい、これはいらないですね。結構思い通りに牌を持ってきてはいるんですけど、何も打てましたしね。ローピンはいけるんでしたかね。これローズ入ってきたか、ローズ入ってきたんでちょっと頑張ってもいいかなと思い出してきましたね。これスーソが入ってきたら、あいやそうじゃなくて、あスーソ入ってきたぞ。これリーチしよう、チュンで、はい。これなんか国士に当たったりとかしないとは思うんですけど、まあまあチュンは、あらあら、そういうことか、老朽素か。はい、残念でした。とりあえずはまあやむなしです。次です。さてドラが赤がいっぱい来てますんで、これは押したいですね。まあ手配的には6点ぐらいじゃないかなと思うんです。結構カンチャンがいっぱいあるんで割と早いかなというイメージはありますね。シャアは2枚切れ、あ半数ピン入ってきました。でこれちょっと薬牌から先に落としてもよかったんですけどね。あ酸素が入ってきたか。でまあなんか、まあいや、とりあえず何は一応持っておきましょうかね。まあ持たれてる可能性はまあ今のところ未知数ですからね。3ピン、これって 1,2,3,4、 まあ統一は4つ。チートイツも可能性はあったのかなと思うんですが、ああそういうことか。いやこれはでかいな。まあ満貫ですからね、大きいということではないんですけど、ただちょっと親に上がらせすぎなんでどうにかしたいところですね。 1,2,3,4,5,6,7 種か。
まあ、これは手配は最悪ですね。8種ですけども、まあ、頑張ってうちに寄せていきましょう。薬杯はちょっと E1、Q1 を先に落としてから考えよう。あ、いいですね。ちょっと中の範囲が入ってきつつありますんで、まあ、ペイと初落としていきます。もう割と揃ってきましたね。これで両層、まあ、3層がつくといいかなと。まあ、ローソがついたんで9層落とします。あ、そうきた。であれば、ちょっとここはですね、まあ、割と両ピンを落としてもいいかなと。もうでカンパーストが入ってくると早いかなというところですね。あ、ローピン来たか。あ、ローピン来たんであればこっち落としてもいいかな。さて、ウーピンも入りましたんで、まあ、ここはちょっとパーピンを落としておきます。そうなんですよ、これチートイツの方が使いやすいんですよね。パス来たか。ただし、まあ、リーチも入りましたんで、ここでいらんことをするのもちょっと嫌なんですが、読み材料が全くないんで、まあしょうがないかな。あ、はいはいはい、そういうことね。きついな、これちょっと厳しいな。まあ手が安いからまだなんですが、まあチャンスが来るまでちょっとじっと待つしかないですね。まあ、まだまだチャンスあると思いますんで、これはまあ6点ですね。はい、順から落とします。チートイはちょっと遠いんで、まあとにかくツモ次第ですか。まあチーピンが来るかどうか、チーピンチートが来るかどうかですね。パーピン、まあ糸からいきましょう。レアンピン入りましたね。これはちょっとまあチーピンチーソーを狙って頑張ってみましょう。あ、スーソーはウーピン来たんで、これでチーソーを嫌っていきましょう。パーピンはもう落としました。さあ、チーピンが入ってくるものとしてシャーが来たか。結構思い通りのツモを来てるんで、あ、もうこれならパーピンを取っておけばよかったし、パーソーを持ってるのもちょっと早かったし、ちょっとつかみが悪いな、これは。あんまり。ちょっとまずいなぁ。さて、これはもう完しないです。ちょっとつかみがいまいちなんですよね、これ。まあ、ウーソ来たんですが、まあ、スーソは落とせるとして、イーピンももうちょっと変に掴んだんですが、まあ、チーピンはもうなくなりましたね。これはもうちょっとどうしようもならないですね。あら、あっという間になんかそんなことになったか。まあいいや、はい、とりあえずリーチしておきます。まあ安いんですけど、まあ、ここはちょっとまあリーチして流れればよしと思ったんですけど、積もられましたね。大きいかな、割と満貫か。まあそれにしてもいまいちな曲ですね。さっきからあんまりよろしくないですね。つかみがいまいちですね。さあ、ここはちょっと薬杯はトーン以外はちょっと先に落としてしまおう。まあハイパイは6点というところですか。はいはい、3ピン。まあここはちょっとまあつき方、あ、E ピン来たんで、スーピンとチーピンで、サブロッソと、まあ、パーソあたりが来ると落ち着いてくるかなという感じです。まあ、薬杯というか、まあ、自杯はいらないですね。トンも1枚切れてますんで、あ、ローソ入ったんで、さあ、これでいくと、まあ、テンチーピンが入ってリーチっていうのじゃ面白くないか。でも、まあ、せいぜいそのぐらいですよね。まあ、フェンス、まあ、カーンスーピン。で、ソーズの伸びを期待するにしても、まあ、3ピンあたり落としていくっていう感じであるのか。スーソはいまいち。やっぱペンチーピンですね、ここは。あ、9ピン。9ピンが来たんなら、ちょっと先に3ピン落とします。まあ、これで、イメージ的には、まあ、スーピンが、あ、起きた。そしたら、ちょっとチーソー落とそう。
ブーストは多分いけると思うんですけど、3,4,5 が入りましたね。パーピン、キューピンを落とせないとなると、まあ、ウーストを勝負しようかな。ウーストは通りますね。あ、そうきたか。完全にノーケアだったんですけどね。まあ安いですよね。はいはい、親落としですね。いや、こっちはもうちょっと手がいまいちだったからもうしょうがないんですけど、さあこれもまあせいぜいまあ5点ぐらいのハイパイですかね。まあメンツは2つあるからまあ6点ぐらいかな。まあドラもないしですね、あんまり頑張るというほどではないかなと。まあダマのピンフとかそんなレベルかなという気がしますね。ダメだ、ちょっとやっぱり体調が悪いと。ちょっと体調が悪いとやっぱあんまり手が進まないですね。あ、ウーソ来ました。ウーソ来ましたんで、まあとりあえず9ピン落とします。で、カンウーピンを入れて3層切って、数値そのリーチが回りしようかなと。それだったらもうリーチですね。カンウーピン、あ、スーソが先入ったか。いいか、リーチしよう。これはあんまりいい形ではないけども、そのカンウーピン、赤ウーピンを拾っていくような、まあ、そういうリーチですね。まあこのリーチがいいか悪いかと言ったら、まあ、全然良くないんですけどね。捨て牌的にももう明らかに真ん中の牌を待ってる感じなんで、ど真ん中を待ってますからね。はい、積もられましたけど、まあこれはもう結果なんで、はい、まあうまく打たれましたね。はい、次です。いやー、ちょっと全然調子が悪いというよりも、まあ相手が強いんでしょうね、実際に。さあ、ここはね、ちょっと頑張って自敗をつけてみるかと思うんですけど、結構真ん中の牌も割と揃ってるんで、中の牌はちょっと切りづらいから、やっぱり自敗からですよね。あんまり自敗をこう泣いてくる人も少ないですしね。ここまでレベルが高くなってくるとあんま泣かないんですよね、イメージ的には。さあ、ここはチーソーを先に落としておきましょう。これでいてローピンとかがついてくると、まあカンウーピン、あ、ウーピンを生かせるんで。あ、そうきたか。まあシャン落とそう。さあ、これどうしようかな。まあ読み材料はもう全くないんで、とりあえずイーソー落としますか。イーソーは2枚落とせるんで落としました。んで、あと落とせる牌はないんで、読みようもないしですね。ってなるとこれもリーチしますか。はい、リーチです。あー、残念。これはイースーチーピン、あ、これいいやつですね。イースアンコ、ああ、イースーピン。はいはい。まあ、次ですね。はい。やっぱり、こう、街もいいですしね。今、ちょっと4面ちゃんぐらいだったのか、ちょっと、ちゃんとは分からなかったですが。ただ、まあ、これはちょっとハイパイがかなりいいので、まあ、頑張っていきましょう。とりあえずは。あ、泣いてきましたね。さあ、これはもうこっちも泣いていきますか。いや、こっちはちょっともう面前でローピンを積もってきてのリーチですかね、イメージ的には。もう三元牌にはこだわらずに、あ、9ピン来たか。であれば、ハクを泣いて、あ、そう来たか。であれば、ハクを泣いて、ハクは泣きますよね。9ピンはもういらないですね。ハクを泣いて、おっと、ピンズがちょっと高くなりすぎてますね。9ピンは大丈夫か。もう1枚9ピン落とします。いや、もう完しますよ、もうこれは。あ、いいぞ。いや、もうこれ泣かないとしょうがないんで泣きますよ。で、これで白の肩上がり転敗ですね。
まあ、白が出ることはなさそうですね。いやーきついな。まあ、ああそうきましたか。まあしょうがないかな。マンガン。ちょっと全然いいとこは全くない。しかも30分経ってしまったんで、ちょっときつくもなってきてはいるんですが、これはでもしりとりを狙いましょうかね。さあこれで3ピンから落として、まあ、チーピンで仕留めるイメージのチリ取りを考えていきます。パーピン、これもいらないですね。ヤンピン、さあこれで、あ、チーピン入りましたね。じゃあチーリャンピンで仕留めるイメージのチリ取りを仕上げていきたいと思います。はいはい、2ピンで仕留めるチートイの出来上がりです。さあこれでハネマンがリーチートイ 1,2 あ、リーチートイ、リーチートイ 1,2 か、まあ積もりたいやつですね。さあこれはあんまり勝てる気がしないんですけど、とりあえずはまあリーチは何度もしましたよというやつですね。積もればハネマンですが、カンか。さあ8枚、まあ出ることはないでしょう。はい、同じ先輩ですね。はい、さあこれでオーラスですね。はい、まあ一応ちょっとまあきつい三茶になってしまいましたけど、まあ体調を表しましたね。もう全然もう集中力が全くなくなってしまいましたね。さてドラを引いてきました。まあ今回ちょっと本当リーチをたくさんしたんですけど、全然上がらせてくれなかった感じだったんで、やっぱり打つ手合いの、まあ、うまさっていうところを感じたところでしたが、まあ、最後1回上がって終わりにしたいかなと思います。今日30分今やってますけど、全然上がってないのかな。ちょっともう記憶もちょっと曖昧なんですが、まあここはもう突っ張ります。突っ張りたいところなんですけどね、まあ、テンパイもしないかもしれないなぐらいの手合いですからね。さあこれでイーシャンテンですが、あ、来ましたよ D1。 まあ一応3枚あるローピンを釣りましょうか。3巡持たないかもしれないですね。さあどうか。はい、残念でした。はい、まあ上がれなかったですね、非常に。はい、ということでもう以上にしたいと思います。はい、今日はちょっと散々でした。はい、それではご視聴どうもありがとうございました。やるじゃない。